私は高校生の時、埼玉県の小さなカレー屋でアルバイトをしていた。そのカレー屋には毎月月末になると決まって一つだけ一番安いポークカレーを注文し、二人で分け合って食べる外国人の親子がやってくるのだった。長く働く先輩に聞いた話だと、昔はちゃんと一人ずつ注文していたし、月に何度も来ていたそうだが、病気や失業が重なり、生活が困窮、店にやってくる頻度が減少し、とうとう2年ほど前から月に一度、二人で一つだけカレーを注文するようになったのだという。生活は苦しいが、この店のカレーが好きで、好きで、ずっと通い続けている。そんな常連客を、店長も、店員も、みんなが大切に思っていた。時々、材料が余りそうな日と重なると、店長は、サービスしてやれ、と言って、他の客には内緒で、カツを乗せてあげたり、量を大盛りにしてあげたり、そんなことをするのだった。すると親子は、店の心遣いに感謝し、ありがとう、ありがとう、と片言の日本語で何度も言って、泣きそうなくらい嬉しそうに、少しだけ高級になったカレーを食べるのだった。私はその様子を見て、強烈な違和感を覚えた。私がカツカレーを注文するときは、きちんとカツカレーの代金を払わないといけない。なのに、この外国人親子は、普通のポークカレーの代金で、カツカレーを食べている。私だけではない。他の客も、皆同じだ。この親子だけ特別に優遇される、合理性はない。そもそも、二人でやってきて、一つしか注文しないのも、非常識ではないか。席もテーブルも二人分使っているし、スプーンだって二つ使っている。はじめに提供する水とコップも、二人分要求してくる。その席を清掃し、スプーンやコップを洗うのは、私だ。それで私の給料は増えない。考えれば考えるほど腹が立ってきた。11月、その年初めての雪の降る日の夜。例によって、親子はやってきて、さも当たり前のことかのように、一番安いポークカレーを一つだけ注文した。スプーンとお水を二つください、と言った。私は注文を拒絶した。一人一品以上、注文してください。できないなら、店に来ないでください。これ以上、特別扱いはできません。はっきりと、そう伝えた。今日疲れたような態度を見せた後、子供はメソメソと泣き出し、親はとても悲しそうな顔で、わかりました、と小さく言った。そして、肩を落として、何も注文せずに、店を出て行った。それ以来、親子は二度と店に姿を現さなくなった。事情を知らない他の店員たちは何かあったのだろうか、祖国へ帰ったのだろうか、と、時々あの親子の噂話をした。私は自分が間違ったことをしたとは決して思わない。その一方で万人に理解してもらえるとも思われなかったので、誰にもこの話をしなかった。私は高校を卒業すると、カレー屋のアルバイトを辞めて、東京の大学に進学した。そして、また新しいアルバイトをしながら、必死で勉強をしている。私は検察官になりたかった。社会の公正さを守りたいのだ。あの乞食親子と同じように、困窮した人間は、日本人でも、外国人でも、世の中にたくさんいる。中にはあの親子のように、誰かから、不平等で感情的な、施しを受ける者もいる。でも、そうではないものもたくさんいる。同じ人間で、こんな違いがあってたまるものか。どうしようもない。不条理。それと、私は戦っていく。この世界を、少しでも正しいものにしていきたい。次の世代に、より良い社会を残したい。勉強しよう。もっと勉強しよう。今年初めて降る雪を眺め、レンジで温めた、レトルトカレーに、スーパーで万引きしたカツを乗せながら、私は思いを新たにした。